こんばんは、晩でございます。今日は昼間、アーシャですね、アーティスト写真、昼間っていうほどでもないか。今から、今ね、午後11時なんで、今から何時間ぐらい、6時間ぐらい前に撮ってましたね。で、家帰ってきて、なんだかんだやって落ち着いたので、今日撮ったやつを、行けるとこまで行きましょうか、まずは。ローで撮ってきたやつを、そのまま、まずはブワーっと並べてます。これね、ストロボが発光しなかったですね。まず、明らかにいらないやつを除外しましょうかと。この辺ですね。明らかに発光しなかったり、最初に露出が合わなかったやつですね。でですね、どういう手順でいつもやるかっていうと、まあ、いつも通り除外は、いつもは、これまでスナップしてきた写真とか風景写真とかは、ダーッと撮ってきたやつの中から、いらないやつを削っていく形でしたよね。でも今日はちょっとね、いるやつを、これが必要なので、これを後でいじくろうって言ってピックアップする形にしましょう。で、ストロボで撮っているので、ホワイトバランスなんか非常に安定していますね。露出もホワイトバランスも安定しているはずです。安定していないと困ります。なので、1枚分写真をまず、ロー現像をちゃちゃっとやってみましょうか。これね、ホワイトバランスオートで撮ったんで、赤に引っ張られて、ちょっと青くなってます、実は。でもこれね、背景の赤に引っ張られて、こう人間ってわかんないもんで、前にドレスが青に見える、白金に見える、青黒に見える、白金に見えるってありましたけど、あれと同じで、背景が赤いと人間ってなんか引っ張られちゃって、これは赤なんだろうかよくわかんないってなるんですね。なので、これね、後ろが赤いので、手前のものが、逆逆。後ろが赤いから、カメラは騙されて、こっち側を、その手前に映ってる人を、もろとも青くしちゃうんですね。なので、それを、いい感じにするために、ホワイトバランスがね、もともと撮った状態だと4400ケルビンなんですよ。なので、もうちょっと赤いよね。人肌ってもうちょっと赤みがあるよねっていう感じにします。で、色かぶり補正もこれちょっとグリーンかぶってるのかな。よ。ですね。9ぐらいでバランスが取れてる感じがしますね。ですね。で、露出的にもいいよ。良さそうですね。あとは、本格的にコントラストとかの調整は、今日はいつものロー現像だけで完結する場所じゃなくて、フォトショップに最後持ってって合成したりとかするので、まあ、ざっくりにしておきます。で、まあ、とりあえずこれ、ホワイトバランスと露出、大体の露出があったので、こんな感じでってベースができたので、いつも通りコントロール、シフト、C で全部コピー。で、すべて選択して、コントロール、シフト、V でベースをですね、ってやると、他のこう撮った写真もこうなりますね。同じ露出になりますということです。ほんでですね、ざーっと同じ、写真が、かいかい。今日なんかね、アレルギー、目がかゆいです。アレルギーって普段別にアレルギー持ちじゃないんだけど、なんかの花粉が飛んでるのか、目がすごくかゆいです。で、ガッと見ていって、で、まず、いつもやるのはどうしてるかな？何かしらのマークをつければいいんですね。B にしようかな、今日は B。クイックコレクションっていうのがあって、クイックコレクション、ここに、B を押すと、ここにクイックコレクションに入れたぜってマークがつくんですよ。で、クイックコレクションに入れたやつ、例えばこの写真とこの写真ってクイックコレクションに入れるでしょ？で、その状態で、コントロール B って押すと、ここに、クイックコレクションっていうのがあるんですよ。で、さっき B を押してクイックコレクションに入れた写真っていうのがここに入るんですね。で、いらなくなったらもちろん B をもう一遍押せばクイックコレクションから削除されるので、で、もう一度コントロール B と戻ります。戻るとフィルターがオフになっちゃうんで、またフィルターをつけなきゃいけないですけどね。今は除外の写真が表示されないようにしてあります。
さて、ガーッと、お、いいんじゃねっていうのに B をつけていってみましょうか。B を。あ、いいね。B。うん。とりあえずここね。どうでしょう。あ、これかわいいね。さあ、2番目リナちゃん、笑顔全開。うん、きれいね。これいいな。足の、そうだね、足の形も。うん。悩みますね。まあ悩んでいいんですよ。後で削ればいいんで。うん、きれいだね。こっちのポーズも一応はお願いしたけど、まあいいかな。谷くん。あ、こっちがいいな、やっぱり。谷くん。うん。うん、で B をつけました。でさっき言ったようにコントロール B でクイックコレクションを全部表示してくださいなとやると4枚分 1,2,3,4,5 数えられない 1,2,3,4,5,6,7 枚、4,7,3 ですね。でこれをね全員1人1枚ずつに絞らなきゃいけないですね。でじゃあガリガリ削って、削っていくのはあのなんだっけ N だっけな、 N を押してやる方法とかいろいろあるんですけど、僕の場合はこれ気に入ってるのが B を押してグリグリやっていく方法ですね。よいしょと。こうやって見比べていくと、うん、まあどれがいいかなっていうのはね、他との兼ね合いもあるんでね。まで笑顔じゃなくて、さっきすげえ良かったのがこの辺か。この辺いいな。これとこれで行くならこれか。この組み合わせ良さそうですね。うん、まあこれかね。みんなそんなやばいな。でもこっちかなって言って、もしも消しちゃったやつを、あ、やっぱりあっちが良かったって言ったら、コントロール Z って押すと、もう一度帰ってきますからね。こうやってね。どっちがいいかな？これと、このアミリちゃんと、こっちだね。よっしょ。で、3枚セレクトできましたと。できたら、今日はフォトショップ行きますからね。3枚とも選択して、僕のやり方なんですけど、3枚とも選択して、フォトショップに打ち込みます。コントロール E。